高ー輝きは台湾の芸術家、実業家、イングリッシュティーチェーン、ローズハウスの創業オーナー。バラを描くアーティストとして国際的に知られる。絵画にとどまらず、バラをテーマとしたニューエージアートの騎士としても活動している。若手起業家としての面もあり、自ら英国式紅茶専門店の展開をプラン化し実行した。木が 細部までデザインした店舗空間はバラの家ローズハウスと命名された。ローズハウスは英国式アフタヌーンティの専門店チェーンとして展開され、今では世界中で50店を出店展開している。この事業の成功により木は結出した若い企業家として台湾の優秀アントレプレナー賞を受賞した。木の作品はシティバンク ABN アムロ銀行。 GM のキャデラックなど、数多くの国際企業で採用されている。2003年には、ビザインターナショナルの芸術審査チームに認可され、木の描くバラの絵は、国際ビザクレジットカードの表紙デザインに組み入れられた。これは、歌人画家としては、異例の出来事である。2004年には、イギリスの古典芸術家である、ジョセフ・アベイリーの作品復刻に取り組み、イギリスの老舗陶器メーカーである。 エインズレー社にその作品の使用承認を与えた。エインズリーはこのデザインをもとにビクトリアス・スピリッツの再現としてバラシリーズの陶磁器を世界中で販売した。また、2008年にはエインズリーのためにイングリッシュ・ローズ・ゴールドシリーズの磁器をデザインし、ドイツのフランクフルト展示会に出品された。現在、木の陶磁器作品は世界80カ国以上で収蔵されている。 2009年に日本のクレジットカード業界最大手の JCB とも提携し、今定のバラ園という作品が JCB カードの表紙デザインに使われ、台湾をテーマにした最初の芸術提携クレジットカードが発行された。2010年には中国の監督である田水心の演劇、赤いバラと白いバラとコラボレーションし、ローズアートの中国本土における推進に取り組んでいる。 また、同年に、油絵作品、星の王子様のバラ絵が、中国北京ポリオークションで212,800人民元で、落札された。木は、詩人でもある。芸術創作活動を通して、バラ芸術の夢を編み続けているが、油絵の原作と版画は、特に世界中の収集家に人気が高く、国際的な芸術オークションでも高い評価がついている。木は、 常にロマンを持ち、バラ園で自分自身がバラの素晴らしさと寂しさをのんびりと味わう時間が何よりも大切と雑誌インタビュー等で語っている。木はバラに魅せられたロマン派の芸術家として現代版星の王子様とも呼ばれている。ありがとうございます。